い、おはようございます。いや寒い、今日2月第1日曜日だからダムサンテの日なんですね。お店行くんでちょっとね、そんなに長くいられないんですけど、ちょっと出てきました。先週飲んなかったんで。あー寒いけど ね、風は気持ちいいです。現在8時13分少しね、車上がってったかな。だとね、バイクさすがに俺だけかなと思ったらいました。何人か上がって行きましたね。いやダメだ、曇る。多分上がらないかな。上まで上がるかな。上がっても、すぐに引き返します。準備したいので。少しね、話したいことがあったんですよね。少し前にね、僕の、最初の動画なんですけど、ジムニー動画ですね、牽引するっていうやつですね。大雪の時に、先日ツイッターでなんかアップされてたんかな、多分ダウンロードしてアップした感じだと思います。一応それに対して、あれちょっとこれ僕の動画なんですけどって一応警告したんですけど、何の返事もなく、ちょっとね知り合いにもね相談したところ、これはまずいんじゃないのっていうことでね、著作権侵害だよっていうことで、一応いろいろいろんな方にも聞いてみたんですけど、ちょっとまずい状態になると危険ですよっていうことでね、野放しにしたあとまずいよっていうことですよね。立派な犯罪なんでね。でそれをご本人様に警告したんですけども、何の返事もなく、なんか他の話でツイートしてて、どういうことなんですかねって一応話したんですけど、問いかけしたんですけど、ブロックされて、なおかつその後名前変えてましたね。別に何かね、ほら賠償しろとか、なんか金を取ろうとかなんて思ってないんですよ。ただそういうのをちょっとルールは守ってほしいなっていうだけで、相手方の方に問いかけた、それを野放したら無法地帯になっちゃうじゃないですか。別に俺も儲けようと思ってやってるわけじゃないんだけども、それをなんか何の、ちょっとすいません、なんか分かってよく分かってなくてとか、軽い気持ちでとかって言うんであれば、まだね、すいません、すぐに削除しますとかって言ってくれればいいんだけど、何の返しもなくブロックされて、なんか逆にこっちがなんかしつこい人みたいな感じになっちゃったんで、なんかいやすごい嫌だなっていう感じで、なんかね、で一時期アカウントも閉鎖したみたいなんですけど、閉鎖したところで他のアカウント使えば見えるわけですよ。僕も別に見てるわけじゃないけども、周りの方の情報でまたやってるよなんて、なんか公開してるよとか、非公開だったの公開始めたよなんて。で僕も別にそんなチェックしてるわけじゃないから別にどうでもいいんですけど、ただ相手バイク乗りだったんですよね、お相手の方。なんか多分僕の方も見てると思うんで、僕もバイク乗ってるんだなと思ったら、お互いバイクつながりですねみたいなんでね、ちょっと話できたらなって思ったんだけど、全然そんなんじゃなくてね、逆に周りの方も熱くなってきちゃった、なんか違う方向に行っちゃったなって感じで、ね、僕周りの友達も心配してくれて、仲間もね心配してくれて、ありがたいんだけど、もういいかなと思ってるんですけど、ただ、そういうことはちょっと、いい大人なんだからやめましょうと、そこは相手方にね、やっぱり迷惑かかるようなことはやめていただきたいなっていうのが、お話でした。ちょっとねその辺話したかったんでね、
か理解してもらえるといいな。お互いバイク乗りなんてね、その辺分かってください。お願いします。そんな感じです。いや寒い。しかし今日ダウンサンデーでちょっと風があるかな。やばい、これ引き返そう。ダメだな。ちょっと上まで上がる自信がないです。ダムさんを取りたかったんだけどちょっとダメだな。手がねきついっすね。雪があったらやめます。凍ってたら、路面が凍ってたら。おお、丸宮さんいますね。あ、やっぱ雪がね。アスカさんここですね。あとで食べこよう。あ、雪が待ってる。ダメだ、死んじゃう。風花舞ってますね。今日ね、大雪だそうです、日本海方面。あ、気が上がってきちゃった。中でカメラマンもいましたね。あ、まだ早いんかな。ほぼいないですね。エリーゼさんがいる。あ、寒い。サンデーですね。でも全然まだ来てない。結局ね、寒いんだけど来ちゃいました。あ、寒かった。でもいい日ですよ。気持ちいい。指先がねちょっとね辛いんですよね。少しね撮影させていただきたいと思います。バイクも来てるな。あ、エリスあるから。すげえ。高いやつ。ございます。バイクですか。はい。寒かった。あれ、前 YouTube に上げてくださったから。あ、そうです。はい、すいません。勝手に上げさせちゃって。いやいや、全然 OK です。すいません。いや、いろいろコメントも面白かったんで、みんなで喜んで見たんですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。すいません。勝手に YouTube やってて。いやいや、もうね、そういうのがね、一番楽しいんですよ。そう、今日もね、少しちょっと早く帰んなきゃならないんで、少し早めに来たんですけど。あれですね、まだこれからですかね。何寒くってね。そうですよね。金太。多分今日の様子も、はい、あのフェラーリとかそこら辺の知り合いの人もこれから来るみたいなんで、はいはい、じゃあ待ってみます。また今日の勝手にアップします。あ、どうぞどうぞ。大丈夫です。顔出しとかも大丈夫。全然。ありがとうございます。そんな気にする人はここに集まんないから。ありがとうございます。撮影なんてどうですよ。なんか今日ドラマ祭りになってるみたいな。そうですね、はい、ダジャレに一つ。あ、すいません。あ、エリーゼ。なるほど。エリーゼすごい。なるほど。ありがとうございます。いただきます。あ、でもどちらからいらっしゃってるんですか。緑市。あ、はい、じゃあ近くて。そうですね、笠ヶ家の方から、あ、なるほど、はい。うちは桐生の愛用なんで、ほとんどお守り近いところなんで、あ、はい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 、運動公園の方なんで、あ、はい、あ、なるほど、近いですよ。じゃあどっかそのうち行き合うかもしれない。そうですね、自分も。バイクは何乗られてるんですか。 GGR 川崎の、はい、1200のやつですね。ちょっと古いやつなんですけど、自分は時々そこに止めてるあのバイクのトライアンスっていうバイク、あ、はいはいはい、あれ乗ってるんで。いいですよね、イギリスのあれですよね。
ただ寒さでバイクがちょっとビビっちゃってそうですよね、寒いです。バイクで来られてる方見るとうわすげえなそうですね、ちょっと変態だと思いますバイクおはようございます。おはようございます。なんかね、もうじっくる30分ぐらい前に大沼警察というところを来るこれですよ、道は大丈夫かな。すごいアルファロメオ。すいません、勝手にアップさせていただいちゃってるんですけど YouTube で、すいません。もう好き勝手ですよねなんならもう一台ディノも持ってきてました。あ、ディノあるんですね、すごい。なんですか。あ、きっとね、悪いことやっててね、お金儲けてすごい素晴らしい素晴らしいですよね。やっぱり維持するって大変ですよね、正直古い車は。だけどそれがね、味があっていいんですけどね、昔のものは ね。逆に言うと長くの時はエコだと思うんですけどね思いますそんなことこれ何年式ぐらいですか。71年。ああ、自分と同い年だ。同い年ですかすごい50年ですもんね、51年です。どうですか、一台自分と同い年の車ね。いいですよね。それは憧れだよね。憧れですよね。ワインみたいな感じになっちゃいます自分も昔のあのフェアルディ、あれは69年だって自分より1個下だったんだけど、その後乗った MG1300、 あれは68年だったんで、ちょうど初事業より手放しちゃって、そっからもう買えなくなっちゃってまた買えば今高いですもん、値が上がりすぎちゃって。15万円で出しちゃったそれ安くないですか。すごい部品取りのもう一台はくれちゃったし、いろんなパーツもみんな持ってる人にくれちゃったしすごい、お金持ちじゃないですか今考えればアホですすごい、そう昔のミニとかそこら辺もみんなまとめてくれちゃったんで、あ、そうですね、すごいな、いいな。この色は見たことない。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。ミニなんかもいいですよね。おかしいのか。あ、それでね。そうそう。今気がついてる。あれ。ああ、なるほど。いや、あ、ちゃんと普通の。これ撮った写真を後でやろうと思うんですけど、 iPhone だと簡単にこう、あ、そういうのができるんですか。エアドロップってのおー、うん、時々あの、なんだっけ、JCC のブログの方を飛んで、で、そっちで見たりしてるんだけど、その写真はね、多分上げてないと思う。あ、なるほど。あの、学生服着たやついたじゃん。あ、はいはいはい、写真撮ってきた、あれを後ろから俺撮った。山口から来たんですか。すごいな。あっちでね、多分ね、おトイレとかね。あ、違う。歩きたくない。もうこの若い人は早いですね。あの人たちは朝6時にはもう来てました。で、路面状況を報告してくれるんですよ。ああ、なるほど。昨日も来てたし。ああ、綺麗。
何でも高いです。なんかいつも勝手に撮らせていただいているんですけど、すいません。YouTube で面白い、もう何か来ないか分からない。あれだか、ライダーさん。そう、あ、そうです。はい、どうはどうかな。赤城山見てやんなっちゃったらいいんじゃない。そうですね、今の曲がり入るところで、お、いや、魚っぽい。いや、天気がいいから、でも気持ちいいですよ。そうそうそう。
ちそっち。ベリーズはあっち。ハリポートじゃない。いい色、すごいターコイズみたいな色です、ね、すごい色、かっこいい、すごい、すいません、いやかっこいい、エンジンがねこうやって見えるのがいいですよね、フェラーリの、あすごい、このなんだろう、この色合いがすごい、こういう色があるの、前がねこういう荷物になってる僕のね、乗ってた時のMRS はこんな感じだったけど、全然レベルが違うんだけど、あーすごいかっこいいっすね、86、帰んないとまずいな、今日はじゃあこの辺で帰ります、はい、いやすごかった、ねちょっとね、すごい声かけてくれてありがとう、ね、嬉しかったです、ありがたかった、見てくれてましたね、あの YouTube を、ね、ちょっとねもう言葉が出ないくらいコメントができなかった、今日はすげえ来るのがいっぱい来ましたね、はい、あれちょっと知らないフェラーリなんだろう、後で調べてテロップ入れときますかね、うん、また後ほど、はい、お疲れ様です、よし帰ります、上がります、いやしかしねありがたかったです、見ててくれてましたね YouTube、 ごめんなさいちょっとねあまりにもすごすぎて名前が出てきませんでした、ほぼあすごいみたいな感じしか言えなかった、いやでもね見られてよかったな、ちょっと時間が限られてたんであんまりね、うん、いられ、もう少しいたかったんだけど、F40 来ましたね。おー、また来た、F40。あー、すごい。あ、こっからなんだね、やっぱな。これからって感じですね。ね、なんかね、思うま出てから、結構、また人気が再演してるかな。はい、入っていったな。やっぱね、おー、いますね。ね、ひろみさんとイオちゃんも来たそうですね、会いたかったな、お店寄ってくれればよかったのに、まあ知らないだろうけど、ね、いやでもね今日よかったな、ラムさんのねところ行って、まあ仲間もいなかったんでどうかなと思ったんだけど、ね、声かけてくれて、ね、YouTube 見てくれてるよなんて、見ていただいてるなんて言うんでね、話いただきました、ありがとうございます、あ、ね、こんなつまんない底辺 YouTuber の動画を見ていただくなんてね、ありがたいことです、ね、まあもう少しね今度
ゆっくり、うん、お話聞いたりね、車のね説明なんかしていただけたらいいかな、うん、今度そんなコメントもらえたらいいかなと思います。ね、まさかねこんなでも話しかけてくれると思わなかったんで、すごい油断してましたね。やばい。ね、ジャックと野村さんのね、あの方も、うん、見てくれてる、見たか、見てくれてるようでした。何回かちょっと、まあ、数年前なんですけども、何回か足運んでたまたま行くたんびに、ね、お休みだったので、なかなかお店に入ることができずにいました。はい、でもまあでも楽しかったな、うん、よかった。またはい、ちょっとねお邪魔したいと思います。今週クラシックはね、あ、第3は来られない、本当は第3休みなんで、お店の方もね休みなんで、ゆっくりねお話聞けたらと思うんだけど、今回ちょっと猫のねニャンニャンニャーニャーと音だけどね、猫の日祭りがあるんでね控えてるんで、その辺もねちょっとやんなきゃいけないので、多分来れないかな、あ、来ても朝かな、もうちょっと暖かくなればね、あの早いうちに来てっていうこともできるんですけど、皆さんも多分早いうちに集まってくるんじゃないかな。というわけでまた撮影します。はい、どうも今日はご視聴ありがとうございました。でね、バイバイ。